Hello everybody, this is your friendly neighbor Lisa Foxy. Usually I always have something here at the beginning that is talking, but I hope you guys really enjoy the content today. Please remember to hit that like button and subscribe, and I hope you guys enjoy the rest of this content on today's episode. Until then, enjoy and relax tonight. See ya! なら解放しろ。それはできないの。誘拐犯。違うわよ、あたくしたちはいい人なの。もう耐えられないわ。ブローニャ、こいつを早く何とかして。学園長は長い間教育に携わってきたのに、子供の扱いに慣れていないのですね。何が言いたいのよ。普通の女の子しか教えたことないわよ。こんな特殊ケースは初めてなの。もういいでしょ、ブローニャの方が機械得意でしょ。機械。学園長、言ってはいけないことを言いましたね。え、あなたのお名前は。機械に名前は必要ない。私が悪かったわ。謝る必要はない。私は確かに機械だ。機械は機種名とコードさえあればいい。名前は必要ない。私のことは人型ロボットと呼べばいい。あなたを改造したのはハイヘビなの？ひどいことをされたわね。ひどい。いや、主は私たちを助けてくれた。何もしていない人間の方が珍しい。この都市ではみんな体に崩壊エネルギーの濃度を制御する機械を入れる手術をしている。いつ手術を受けたの？昔のことはあまり覚えていない。私も侵食されて、頭がとても痛かった。彼らは私に選べと言った。死ぬか、それとも生きるために実験を受けるか、どちらを選べばいいか考えなくてもわかる。私は脳を切開され、壊れた部分を取り除かれて、物珍しいものを入れられた。それから頭は軽くなり、回転が速くなった。生活もまた取引だよ。生き延びたのだから、恩を返すために私はネットに接続して、主のために情報の選別をするようになった。そうなの。あなたも4ヶ月前に起きた大崩壊の被害者だったのね。私も友達をあの大崩壊に奪われたの。とても大切な友達なの。私は周りのみんなを守りたくてヴァルキリーになったの。守ると誓ったのに、ヴァルキリーになった私はみんなを守れなかった。キアナも守ってあげられなかった。彼女たちはお前のことを学園長と呼ぶ。お前は彼女たちの先生なのか？そんな感じよ。なんかの科目を教えたことなんてあったっけ？写真の子もお前の生徒か？彼女は迷子になったのか？そうよ、彼女は私の一番大事な生徒よ。彼女の行方を教えてくれない？
私もそうしたいが、主の権限がないと情報のアウトプットはできない。悪い。そうなのね。学園長、気候の群れがこちらに向かってきています。警戒を怠らないで。はぁ、あ、ちょっと寝るね。了解しました。ブローニャ、目的地に到着しました。目標ファイヤー、ギリ目標ファイヤー、目標細くファイヤー、ファイヤー、目ファイヤー、システム警告、強敵出現。私の番ね。了解しました。ブローニャ、目的地に到着しました。えいえい、発射、目標細くファイヤー、目標細くファイヤー。どういうこと？足取りがバレたの？警察用ロボットに犯罪者と判断されているからかもしれません。いいえ、気候のモデルがバラバラよ。警察用ロボットだけじゃないわね。学園長、ハイヘビさんを殺害した犯人が姿を現しました。不朽なる刃、副隊長リタロス・バイセです。リタロス・バイセ、厄介な時に面倒くさいやつに目をつけられたわね。すみません、これ以上足止めできません。いいのよ、相手はS級ヴァルキリー。あなたが無事だっただけで十分よ。手術の傷口に触らなかった？私は大丈夫です。そちらはどうですか？キアナちゃんの行方は聞き出せましたか？進展がない上に気候の群れに囲まれたわ。不可解な状況よ。すぐに戻ります。待ってください。メイ姉様の走行に異なる2つの位置信号が確認されました。対戦時につけられた追跡装置だと思われます。メイ姉様、まっすぐ戻らずに迂回をしながらリタを惑わしてください。分かったわ。主人、任務完了。待機モードに移行。信頼していただきありがとう。大司教様、裏切り者たちと接触しました。現れたのはライデン・メイさんだけです。
テレサ様とブローニャ在地区さんの行方はまだ分かっていません。その程度のことは報告しなくていい。君がうまく処理できると信じている。コンピューターに残っていた彼女たちの検索履歴を調べましたが、ハイヘビさんは量子コンピューターを移植した人間を使い、ネット上のデータの選別と発掘、価値のある情報を手に入れていたようです。空の律者の行方の手がかりはその人型ロボットの脳に隠されているはずです。人と機械を融合した改造か。まさかすでに脳の量子演算まで進んでいるとは。人型ロボットは連れ戻せ。かしこまりました。いや、人型ロボットだけでは意味がない。最大限利用しないとな。それの最高権限も見つけるのだ。人型ロボットがテレサ様の手に渡り連れ戻せないときはいかがいたしますか。そのときは何としても破壊しろ。敵が恐怖するものを与え、敵が欲しているものは何も残すな。かしこまりました。それと市外で気候の群れがコントロールを失い暴走しているという情報が入った。ことを大きくするな。お任せください。すべては私の手中にあります。ならば好きなようにやるといい。必要なサポートはする。おかしいですね。メイさんは遠回りしながら移動を続けています。どうやら追跡装置のことは知られてしまったようですね。あら、気候が暴動を？偶然でしょうか。それなら手は一つだけです。招かれざるお客様ですね。やっテレサさん、情報の取引は順調に進んでいるかね。何とも言えないわ。情報を持っている子を連れてくることはできたけど、この子が口を割るかどうかはあなたたちの腕次第ね。これも科学的な挑戦と言えるわよね。ああ、子供を拉致したのか。違う
明できないの。とりあえず飛行船の手配を早くお願いね。わかった。すでに座標に飛行船を送った。どうかご無事で。お前たちの対話は聞こえた。学園長、悪い。私は一緒に行かない。私たちはただあなたから重要な情報をもらいたいだけなの。あなたを傷つけるつもりはないのよ。道具を傷つけることはできないよ。道具は痛みを感じないのだから。主の命令がなければ道具はどこにも行かない。でもハイヘビは死んだのよ。主が死んだとしてもこの都市は世界で一番安全な場所だ。崩壊を前に絶対に安全な都市なんて存在しないわ。キアナが見つかれば大崩壊を終わらせられるのよ。大崩壊を終わらせる。ネット上には数えきれないほどの情報がある。全ては人類が残した記録であり、それらは無数で私の脳の中を流れていく。崩壊はいつ終わるのか、私も自分に聞いたことがある。選別、分析、演算。見えない未来に価値はない。人類がすることに全く意味がないのと同じ。最後は崩壊に飲まれるのだ。そうかしら。たとえ私たちのすることに意味がなくても、キアナを見つけても大崩壊を終わらせられなくても、それでもキアナを家に連れて帰って一緒に世界の最後を迎えるわ。キアナを連れて帰る、それ自体に意味があるんだから。悪い学園長、お前には理解できないだろう。けど私は天球史から離れられないのだ。来たか。私が呼んだ。もし本当に私が必要なら、それなら装甲たちから私を守ってみるといい。学園長、人型ロボットがこの都市のネットに接続している全ての機構を乗っ取りました。機構に自分を破壊させる気です。やめなさい。もう時間がありません。これだけ大ごとになればリタに感づかれます。ブローニャが彼女の最高権限を取得して信号を切断してみます。ハイヘビのチップがあればできるはずです。分かったわ。メイを呼び戻すわね。始めてちょうだい。うん、ここでキアナたちを待とうかな。つまんない。
最高権限にはもう一つバイオ認証が必要です。お邪魔してすみません。お子様のお世話でしたらやはりメイドが適任かと。リタロスバイス、戦場のお掃除を始めさせていただきます。私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。お探しのものはこれでしょうか。それはハイヘビのバイオニックアイ。最高権限認証完了。リタロスバイス、最高権限をいただきます。命令します。データアップロード、全セルフデストラクト。やめなさい。私が守るわ。守ってくれているのはシリア。
ロスバイセ、報告します。大主教様、情報をアップロードしました。無事任務完了です。飛行船を派遣していただきありがとうございました。人型ロボットが壊れてしまったのは残念だが、少なくとも君は最重要任務を完了した。まずまずだ。任務上必要であれば、天命を邪魔するものは全てお掃除させていただきます。それでいい。失礼いたします。人には二つの手があります。一つは奪うために、一つは与えるためにあるのです。というわけで、作戦は失敗したわ。キアナの行方もわからないまま、唯一の収穫がこの子を保護したこと。あまり自分を責める必要はないよ、テレサさん。リタからは無事逃げられたし、人型ロボットも連れて帰れた。まだ希望はある。リタのやつ相変わらず危険なやつね。人畜無害そうに見えて、実際は背筋も凍るような目つきで背後から狙ってくるんだもの。は？またあのイケスかない女が出てきたの？今度私の前に出てきたら縛り上げてやる。そんでもって銀の弾丸に詰め込んで発射よ発射。テスラ博士、仕事中に大声を出さないでくれ。それよりも、人型ロボットを検査したところ、データが完全にフォーマットされていた。今は全機能を停止して休眠してる。今からデータの復元を試してみるよ。キアナの手がかりがあるかもしれない。フォーマットの影響で量子計算エンジンのデータは消去されたけど、彼女には生身の脳が部分的に残っている。記憶を呼び起こす形で彼女自身の脳から過去にインプットしたデータを思い出してもらう。ただそのためには新しい人格システムを構築しないといけないかもしれない。それと彼女の脳の量子計算エンジンは驚異的な演算能力を持っている。これはネゲントロピーのものとも天命のものとも完全に異なる理論で構築されていた。これがヨルムンガンドの力なのか。ヨルムンガンド？確か天命の記録では崩壊エネルギーを利用した奇妙な武器を作る秘密組織ってなってたけど、ここ数年は表舞台に出ていないわね。噂によるとヨルムンガンドは人体改造の研究をしていたらしいわ。人類の進化が長らく停滞しているから、新しい変革を起こして人と崩壊の共存を実現させるんだって。
この子を見るとただの噂じゃなかったのね。天命の司教以外にこんなイカれたやつ見たことないわ。僕の目の前にいるけど、人体実験はしていないみたいだけど。ちょっとツングースカのことはただの失敗よ。反省はしているわ。またダメだ。データの消去が徹底的だね。アプローチを変えないと。テレサさん、ハイペリオンの処理システムでやってみたいんだけど。わかったわ。パスワードはテリテリ。な、何よ、変な目でこっち見ないでよね。私の可愛いブローニャ、無事で何よりだわ。他の面々も久しぶりね。調子はどうかしら。おかげさまで、なんとかやっているよ。空の律者が降臨して世界が崩壊していく中、ネゲントロピーの一員としては手をこまねいている場合でないと思ってね。カカリアさん、回りくどい言い方はやめよう。あなたたちが世界中を飛び回って空の律者を探していることは知っているけど、天命が常に先手を取ってきているんでしょ。まあネゲントロピーが所有する資源は限られているから、天命についていくのがやっとなのも仕方のないことよ。ましてや優勢を取るなんて雲をもつかむ話。私の軍人としての経験から、このままだと待っているのは敗北だけよ。それでキアナを諦めろっていうつもり？いや、諦めろとは言わないわ。天命の力の及ばない場所で体制を立て直して別の戦場で戦うべきだと言っているのよ。天命をこちらのペースに乗せてやるの。面白い計画だけど、天命が素直にその手に乗るかしら。空の律者を見つけることは彼の計画の一環に過ぎないかもしれない。最近私の部隊がたびたび天命の襲撃を受けているわ。彼らの行動から推測するに、オットーが欲しいのは4つの律者コアの1つ、デザイアジェム。
幸いデザイアジェムはまだ彼の手に落ちていないわ。おそらく散らばった4つの律者コアを回収し、空の律者の力を全盛期まで戻そうとしているんでしょう。空の律者の復活だけでは奴の狂った野望は満たせないようね。だからどこにいるのかわからない律者を探すより、私を手伝ってデザイアジェムを一緒に移送しない？オットーの野心に必要なパズルのピースをこちらで1枚握っておく方が簡単でしょ。カカリアさん、それは我々の助力を求めるということか？協力と言ってほしいわ、アインシュタイン博士。信用されていないのは分かっている。だがいつかはネゲントロピーへの忠誠を証明してみせるわ。テレサさんとは過去に立場が違っていても、今はオットーという共通の敵がいる。疑念は一旦置いて、共にオットーに対抗しようじゃない。分かった。合流座標は？太平洋西部、北緯11度20分9秒、東経142度11分5秒。そこで待っているわ。開炎城にいるのか？おい、カカリアさん。開炎城って？僕たちネゲントロピーが秘密裏に使用していた海底要塞だ。ついにあそこまで天命に見つかってしまうのか。オットーは王を派遣してダッシュするつもり、きっとだろう。通信はジャミング？こいつ、天球士で天命に殺されたはずよ。まさか、死んだのは影武者？死は生きた命、生きることは死にゆくこと。どうか驚かないでくれ。蛇は死に屈服しない生き物。先日はあの小娘に邪魔されてしまったが、取引は取引。地獄にいようと契約はきちんと果たす。契約だって？情報ももらってないし、おまけに天命まで引き寄せて散々だったわよ。すまないが、天命がどう動くかは私の知るところではない。情報についてはもうそちらに渡っているのでは？人型ロボットはもうフォーマットされてるわ。勝手に人型ロボットを連れ帰ったのは君たちの方だ。情報はすでにそちらの手にある。箱の開け方はそちらで探すことだな。取引は成立している。だから報酬はいただくよ。人型ロボットの量子エンジンが急に起動した。そんなはずは。まずい。人型ロボットを使ってこの戦艦をハッキングしている。このままだとハイペリオンのコントロールが奪われてしまう。今すぐシステムと人型ロボットのリンクを切って。手遅れだ。プログラムがインストールされている。武器システム停止、索敵システム停止、緊急着陸を開始します。ハイペリオンが停泊状態に入ります。やられた。船内の全区域が封鎖された。
学園長、紹介からの目視情報です。正体不明の機械化部隊が接近中とのこと。ハイペリアの甲板に着陸しようとしています。ハイヘビ、一体何を報酬としてもらう気だ。なんであれ、相手の思うようにはさせないわ。アインシュタイン博士、ハイペリオンのコントロールの奪還はあなたとブローニャに任せるわ。任せてくれ。ブローニャ、了解しました。他は私と一緒に艦内各所の敵を迎え撃つわよ。ハイヘビのお手並みを拝見させてもらおうじゃない。艦長、起きて、元気出してください。さっ、タッタ、私の番です。タッタッ、メインシステムのコントロールを取られたなら迂回して操作してみよう。アインズ、ハイペリオンに接続。今回の相手はただのハッカーじゃない。ハイペリオンの虚数空間に接続してサポートしてくれ。はい、ブローニャにお任せください。神経接続端子の接続を確認しました。同期を開始します。大人の仕事を邪魔してはいけない、ブローニャ在地。どうしてブローニャの名前を。君はずっと蛇の目に見られている。私は君の全てを知っている。今日はエイプリルフールではありません。笑えない冗談は嫌いです。ハイペリオンから出て行ってください。君は自分が誰に盾ついているのか分かっていないようだ。我々が重ねた年月、力、君には想像もつかないだろう。命などただのデータだと人類が知る前から蛇は我々に示していたのだ。我々からすれば世界も流動するデータの集まりに過ぎない。操り、改変するもの。君の記憶も同じだよ。信じられないかい？では、証明してあげよう。艦長と一緒にいると、今回の任務は簡単でしたね。次の任務に行きましょう。
戦地点に到着。セーフレイヤ学園。君が自分の家と思っていた場所だ。なのに君のせいで泣いている。君のせいで燃えている。学園が燃えている。違う、これは幻覚。本当に幻覚だと思うかい？君の記憶を読み取って、君の恐怖にささやきかけているのだ。君とテレサが天命を裏切った。その報復として天命は学園を壊す。冷酷な主教の一言でセーフレイヤ学園が廃墟と化し、罪のない生徒たちの血が流れる。これは君の中に確かに存在する恐怖だ。現実よりもまだ見ぬ恐怖の方が人を狂わせる。本当にブローニャの心が読めるのですか？目標発火射、射撃開始。ファイヤー。目標捕捉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 。ファイヤー。ファイヤー。射撃開始。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。君も全てを知っているのだ、ブローニャ。私の前で君は無力だよ。恐怖などたかが知れています。ブローニャは生まれた時から恐怖と隣り合わせでした。ブローニャにとって恐怖とは付き合いの長い友のようなものです。強気なお嬢さんだ。まあいい、私の仕事が終わるまでもう少し遊んであげるよ。第四律者、この記憶ならどうだね。君と同い年で
同じように崩壊エネルギーにより両足の自由を奪われた子。ウェンリーの暴走と死は君に深い悲しみを残した。君の記憶の中にいる最も大切な人と似ているから、二人を君から奪ったのも同じ人だから。そう、君の母親カカリアによって。おや、お疲れかね。いい子だ。横になって幼い頃に過ごした君の本当の故郷に帰ろう。これを観察中。任務完了。待機モードに行こう。学園長、2つの敵部隊がすでに着艦しているようです。まもなく C4 エリアに侵入します。テスラさん、襲ってくるヨルムンガンドの機械部隊ですが、ネゲントロピーの機構と似ていませんか？認めたくないけどその通りね。気圧システムも合金装甲も連発追尾ミサイルもまるで私の頭から設計図を盗んだみたいにそっくりよ。というか色以外全く一緒じゃない。ライセンス料をもらった覚えないんだけど、どこでタイタンの設計図を手に入れたのよ。女の子にこんなことして、だからモテないのよ。せっせい手段は選ばない。敵機を殲滅しました。テレサ、メイ、武器を持ってメインエンジン室に行きましょう。ムーンライトスローンのエンジン？そうよ。ネゲントロピーは崩壊を終結させる方法をずっと研究していたわ。ムーンライトスローンのエンジンがその産物よ。今回ハイペリオンに積んで初めて実戦に用いたの。効果のほどはあなたたちも見たでしょ。空の律者と対峙した時、エンジンを利用した点火ビームで空の律者を閉じ込めることに成功してる。彼女の体内の崩壊エネルギーを他のエネルギーに転換してね。でも結局は。そうね、エンジンの点火率が全然足りなかったわ。それを解決するには膨大な技術支援がいるのよ。だから私たちは世界範囲で人材を求めたわ。第二次崩壊後、ネゲントロピーは多くの工業グループを吸収したの。ミコヤン設計局もその一つよ。ただ組織を拡張していく過程で正体不明な勢力が潜り込んできたの。それはつまりヨルムンガンドがネゲントロピーの内部に潜り込んだってことかしら。答えは火を見るよりも明らかでしょ。この機構部隊を見なさい。まるっきり同じものじゃない。かなりの規模で技術が漏洩してる。ネゲントロピーは気づかなかったの？私とアインシュタインは疑ったことがあったけど、ア
怪しい奴が多すぎたの。カカリアとかね。けど証拠がなかった。説明すると長くなるから後でゆっくり話すわ。今はまずエンジン室の掃除よ。了解です、艦長。ここは譲れないわ。艦長と一緒。掃除完了。着艦した部隊の数も大したことないじゃない。ち、私たちみんな勘違いしてたかも。ハイヘビが欲しいのはエンジンじゃなくて。艦長、どんな困難が待っていても乗り越えてみせる。ブローニャ、作戦地点に到着。雪が降ってる。ここは君の故郷。第二次崩壊で破壊されたシベリアだ。ブローニャ、覚えているかい？ブローニャはここを覚えています。シベリアで君は無垢な幼子から残酷な少女兵に。ゼーレ、孤児院のみんな思い出したかい？君に施した実験の数々、 X 点計画、大切な情緒を奪われたこと。思い出せない？それとも思い出したくないのかな。ブローニャの感情中枢はとうの昔に壊れています。ブローニャは苦しみなど感じません。感情は脳からしか生まれないわけじゃない。魂の奥深くに刻まれ、忘れることのできない感情もある。始まるの記憶の報復を、無力からの苦痛を。執行命令なし。ブローニャ、計画射撃開始。目標捕捉。ファイヤー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 。手段を選ばない。まっ。
目標補足ファイヤー目標補足ファイヤー目標ファイヤー無双モード全開勝利はこのこれはみんなまやかしブローニャまだ過去にとらわれているのかい。ヘビが君を抱きしめてあげよう。君を苦しみから解放する。君は X10 計画を生き抜いた選ばれた子だ。次々と失敗していく中、君だけが生き残った。それどころか漁師の海の恵みをも受け取った。君は蛇の目の中にいるべきだ。蛇の子にふさわしいのだ。嫌です。ブローニャは拒絶します。無理するのはやめた方がいい。君の心の奥に苦しみは存在している。に入りたいわ。今回の任務は簡単でしたね。次の任務に行きましょう。君に時間を費やしたのは失敗だった。だが問題ない。この作戦では些細な勝利も勝利だ。何より欲しかったものは見つかった。さようならだ。永遠に幻覚の迷宮でさまようかい。院長、なぜここにいるのですか。あなたは一体。私がどういう存在かは私自身もよくわかりません。確かなことは、私はあなたが知る負荷ではないということ。彼女があなたの記憶に残した痕跡にすぎません。私は第八の神の鍵、都政の羽が残した一片の羽。彼女のあなたを守りたいという心に呼応して現れたものです。さあ、ここを抜けて前に進んでください。ブローニャさん、いつかまた会える日が来るでしょうから。
どんな困難が待っていても乗り越えてみせる。